これで追いかける展開となった日本代表、それを神谷の左足で追いつきます。これはいいアピールになりました。そうですね、神谷選手は、まあ、試合を通じて一番ボールに触ってたと思いますし、はい、まあ、このシュートも落ち着いて決めたかなと思いますね。今日は良かったと。そうですね、